20世紀末のデンマークの国土、スウェーデンも示した、デンマークの歴史では、戦士から現代までのデンマークの歴史を述べる。現在のデンマークには、紀元前1万2000年頃から人が住み続けていると考えられている。デンマーク地方で新石器時代が始まったのは、紀元前3000年頃と考えられており、同じ頃、農業が始まったと見られる。 紀元前2000年頃、インドヨーロッパ系の人々の侵入によって、炭素粉文化がもたらされた。紀元前1500年頃は青動キ文化が、デンマーク地方に到来したとみられる。ドイツから北欧にかけて文化し成立した、ゲルマン人の住む地となっていった。紀元前500年頃、ケルト人により、北欧に鉄器がもたらされた。これ以降、ケルト鉄器器と称する。 この時期に集落の形成が進んだ。紀元前後に入ると、ローマ人との接触が見られた。北欧とローマ帝国の間では交易も行われ、北欧からは毛皮、琥珀などが輸出され、ローマから宿杯やワインなどが輸入されたと考えられる。ローマ鉄器機の発掘物に沼地から発掘された湿地遺体がある。著名なものに討論人、グラウベール人がある。 デンマーク内で100体以上の遺体が見つかっており、その中には極めて保存状態が良好なものもある。なぜ沼地に多くの遺体が眠っているのかという理由については、処刑説や人身獄説などが存在する。五世紀頃より、ゲルマンテック期に入る。この時期における資料は欠落しており、正確なことはわからない。遺跡からは、ローマの金製品などが出土している。 ゲルマン民族移動の時代に北方系ゲルマン人の一派であるデーン人がスウェーデン南部スコーネ地方を通って現在のデンマークの地へ到来した。それまでの先住民である西方系ゲルマン人のアングル人、サクソン人、ジュート人を圧倒し最終的に同化していった。デーン人は現在のデンマーク人の祖先となった。彼らを知る文献伝承として サーガや北欧神話などがあり、北ゲルマン人の文化や思想などの動向を見ることができる。ラッドビーシップデンマークで見つかった最大級の埋葬船北欧市において8世紀から11世紀にかけてはバイキング時代と呼ばれる。デーン人もバイキングとして知られる。優れた造船と航海技術により、デーン人はフランスやブリテン島を攻撃し征服していった。 文献に登場する最初のデーエンジンの王は8世紀前半の音源動数であり、彼はバイキングの主張であったとみられる。デーエンジンの最初の王たちは、デーエンジンの居住域の南端にダーネビア家という土類を構築して、ヘーゼビューとハイタブの交易地防衛と国土への多勢力侵入の防止に意を注いだ。デーエンジンは西ヨーロッパ一帯を襲撃し、 現在のイングランド、アイルランド、フランス、スペイン、ポルトガル、イタリアなどに進行した。デンエン人ンの伝説の英雄、ホルガー・ダンスクヨーロッパ大陸では、旧世紀諸島になると、カール大帝率いるフランク王国が勢力を拡大し、デンエン人ンの支配する地域の南端にまで差し掛かった。フランク王国の文献には、デンエン人ンの存在が記載されている。 ナチッカー・オブ・ストリート・ゴールによれば、804年、ゴズフレズ王が海軍を伴い現在のホルシュタインに現れ、フランク王国と外交交渉を行った。808年、ゴズフレズ王は、オボトリート族を攻撃し、レリクを支配して、そこにいる住民をヘーゼビューに移住させている。809年、ゴズフレズ王の姉か妹をカール大帝の側室として、 和議を結ぼうとしたが、和平交渉は決裂した。翌810年、ゴズフレズ王は200隻の船でフリースラントを攻撃し、海軍力を持たなかった。フランク王国は、防戦にことを書いた。バイキングは、海岸線を伝い、現在のフランスやオランダにあたる地を、しばしば攻撃した。レーン人は、834年に、フランク王国を、襲撃。 843年には、ロアール川の河口に近い南東を襲った。デンマークでは、現在のデンマーク王家の実質上の子祖であるゴー・ムロー王が、ユトランド半島のイエリングの地に後期した。ゴー・ムロー王のこのハーラル一世は、現在のデンマークとスウェーデン南部の統一を、ほぼ達成した。彼は、キリスト教を受け入れ改修した。デンマークの国名は、 デーン人の国という意味であり、デーン人とは、ユラン半島のノルマン人のことである。イングランドやアイルランドでは、現在のデンマーク方面からやってくる、ノルマン人を、デーン人と呼称した。ただし、この時代における、デーン人の概念を、現在のデンマーク人と同一のものと考えては、ならない。この段階では、デンマーク君主の統率下にある人々という程度に、 過ぎない。この時代においては、民族としての、デンマーク人、スウェーデン人、ノルウェー人は確立しておらず、デーン人は、必ずしも、民族共同体を意味しておらず、いわば緩やかな政治的共同体だったのである。フランク王国年代記などには、デーン人の領域は、今のデンマーク王国より広大であったと記されており、遺跡の発掘調査からもこれを裏付ける。 以降、異物が検出される。出土品の共通性などから、当時のデーン人ンは少なくとも4つの部族から構成されていたものと推測されている。いずれも便宜上、現在での地名で記す。スコーネ、東シェラン、西シ,シェラン、フュン、スレースビ中部ユラン、北部ユラン、東部ノルウェーデーン人ンの文化圏と思われる地域は、現在のデンマーク。 シュレースビヒホルシュタイン州、南部、西部スウェーデン、東部ノルウェーというかなり広大な地域に広がっており、かなりの誠意を振るっていたことが伺われる。また、陸続きよりも、海続きの方が、交通量、物流量が多く、その頻度が密であったことを確認することができ、レ園ン人が改めて海洋民族であることが、確かめられた。9世紀。 フランク王ルートビヒ一世の命によって北欧布教が行われた。この際、当時の公益地であったヘーゼビューに教会が設けられたとされるが、結局は撤退を余儀なくされた。だが、948年までにはスレースビ、リーベ、オーフスに司教座が設置されていたことが確認されている。960年頃には、 ハーラル一世が、ユラン半島からスコーネにかけて、王国を築き上げていた。また、彼は洗礼を受けキリスト教徒となり北欧の神々への信仰を放棄した。キリスト教徒になることにより、神聖ローマ帝国の支援を受けることとなり、北欧固有の神々を信仰する、ハーラル一世の敵を滅ぼすのに有用だった。この時代にハーラル、アオハオが王国統治を、 より効率的にするために安定した行政機構を作ったという証拠はないが、教会が王権を強化しかつ維持するための中央集権的かつ宗教的イデオロギーとして働いているのである。北海帝国を築いたクヌーズ大王11世紀、クヌーズ2世はイングランドに侵攻し、デンマークからイングランド、ノルウェーにまたがる北海帝国を築き上げたが、彼の死後、 北海帝国は崩壊し、王位継承をめぐって、国内の混乱が続いた。北海帝国の領域クヌーズ2世の後を襲った、ハーデクヌーズは1042年、後継者を残さず、イングランドのランベスで果てた。その後、ノルウェー王マグヌス1世が1042年に、デンマーク王として即位したが、クヌーズ2世の老いにあたるスベン2世が1047年に、 マグヌス全王を追い出し、デンマーク王となった。スベン2世は、スカンディナビア全土を管轄していた、ハンブルクブレーメン司教区の司教アドルベルト、オブハンバーグと、良好な関係を築いた上で、ハンブルクブレーメン司教区の許可の下、デンマーク国内を八つの司教区に分割し、各地に司教を配置した。しかし、スベン2世没後、一族内で、後継者争いが勃発。 王家の力がそがれ、貴族が勢力を台頭していく中で、1157年、当時王位をめぐり争っていた3人のうち、スベン3世、クヌーズ5世が殺害され、生き残ったバルデマーが単独で王位に就くことに成功した。後のバルデマー1世である。コペンハーゲンにあるアブサロンの銅像1157年、王位に就いたバルデマー1世の下で、 混乱したデンマーク王国の再建が始まった。幼馴染でロスキレ主教であるアブサロンの協力のもと王権の強化を図るとともにバルト海南岸のベント人に攻撃を仕掛けるなど本格的なバルト海進出の第一歩を踏み出した。またアブサロンはエアソン海峡の海岸に要塞を築いた。これがコペンハーゲンの発祥である。 1219年時点の北欧諸国の藩と、デンマークの領土の内明るい色の部分は、バルデマー2世が1219年に獲得した地域である。バルデマー1世、ついでクヌーズ6世の後を継いだ、バルデマー2世は、エストニアを支配下に組み込み、さらに、バルト海に勢力を拡大した。しかし、1223年に、 家臣の関係にかかり多くの領土を喪失した。バルデマー2世の死後、再び多い継承問題などでデンマークは混乱の時代に突入した。王室が深刻な財政難に陥る中、ほとんどの領土は借金の担保となり、一層その領土は縮小した。さらに、この頃にはドイツ人の東方植民が進展していた。彼らは、 バルト海沿岸に都市を建設し、犯罪同盟を通じて、バルト海に強い影響力を及ぼした。1332年に、クリストファ2世の死により、1340年までの8年間、デンマークは空位時代となった。こうした混乱を収集して、デンマークの湿地回復に努めたのが、14世紀半ばのバルデマー4世であった。 バルデマー二世の時代に獲得したエストニアを売却した利益で新たな傭兵を雇い逆らう貴族を次々に撃破していきかつての領土を取り戻すことに成功した当時猛威を振るっていたペストが多くの貴族の命を奪ったことも彼らの領土を再び王領に組み込んだという点でバルデマーに有利に働いたこうして王権を強化していったバルデマーであったが バルト海の中心に位置する貿易拠点である、ゴトランド島に遠征したことは、ハンザ同盟やスウェーデンの警戒を招いた。彼らがハンデンマークで結集したため、バルデマーは、シュトラルズントで和議を結び屈服した。とはいえ、領土を縮小させたわけではなかったため、デンマークはその勢力を保ち続けた。 カルマル同盟を締結した、マルグレーテ1世1375年、バルデマー4世が死去したとき、彼には、息子がいなかった。そのため、バルデマーの娘、マルグレーテの息子オーロフが、まだ幼いながら、デンマーク国王オーロフ2世として即位した。彼が、不王の死に伴い、ノルウェー王位も継承したため、デンマークとノルウェーの同訓連合が形成された。マルグレテは、 両国の摂政を務めて実権を握り、息子オーロフがわずか17歳で救世するという悲劇はあったものの、新たに擁立した英陸が1396年に北欧三国の王位についた。翌1397年、スウェーデン南京のカルマルで連合王としての戴冠式が行われ、ここに正式にカルマル同盟が成立した。 カルマル同盟をスウェーデンが受け入れた背景には、当時スウェーデンで中央集権化を図ったアルブレクト王をスウェーデンの高位聖職者や貴族が拒否したことがある。すなわち、スウェーデン側は中央集権化を拒み文献的な体制を維持するためにカルマル同盟に参加したと言える。しかしもう少し広い視点に立てば、やはりハンザ同盟に対抗するために、 北欧諸国が結集したという見方が有力であろう。この時から北欧諸国はハンザ同盟と激しく争うことになる。15世紀半ば、一時的にデンマーク・ノルウェーとスウェーデンが異なる王を選出したことがあった。しかし、スウェーデン王が中央州権下を図ると、やはり貴族の反発によってその地位を割れ、デンマーク王クリスチャン一世が、 スウェーデン王として選出されている。従って、仮に、デンマーク王がスウェーデンにおいて、本格的に支配を強化しようとすれば、スウェーデン側が反発するのは当然であった。クリスチャン三世とヨハン・ブーゲンハーゲン。クリスチャン三世は、白爵戦争後、デンマークをルター派の国とした。ブーゲンハーゲンは、宗教改革のブレーンとして活躍した。 クリストファ3世の死去により、これまでのデンマーク王の血統が耐えることとなった。そのため、ホルシュタインのオルデンブルク博が、クリスチャン1世として、デンマーク王に即位し、オルデンブルク朝が創始された。この王朝の下でデンマークは北欧、およびヨーロッパの大国として君臨することとなった。年には、スレースビ公国び、 ホルシュタイン公国を同君連合として組み入れることに成功し、以後400年にわたって、デンマークの影響下に置かれるようになった。しかしデンマークは、北欧の支配権を強化させようとして、同盟国の離反を招くようになる。1509年には、ハンスが、フィンランドのトゥルクに遠征したものの、破壊だけに止まり、撃退された。さらに、スウェーデンで、 独立運動が芽生えると、クリスチャン二世は1520年にスウェーデン本国に乗り込み反対派を粛清した。結局これが引き金となり、デンマークはスウェーデンとフィンランドを失った。クリスチャン二世の外交上の失策に対して、デンマークの貴族階級は反発し、フレゼリク一世を擁立し、クリスチャン二世を敗位に追い込んだ。この頃、 ドイツのマルティン・ルターの宗教改革がデンマークに及ぶようになった。ハンス・タウセンは1525年にビボで布教を開始した。フレゼリク一世は即位の際に結んだ即位検証でルター派弾圧を約束したものの弾圧には消極的であり、ハンス・タウセンの布教を黙認した状況であった。また、デンマーク国外で福井を図るクリスチャー二世に対抗すべく、 王権強化を図る必要に駆られ、ローマ教皇との関係を断絶し、国家教会体制を構築していった。デンマーク国内でルター派が黙認されたことから、カトリックとプロテスタントの対立が生まれた。1533年、フレゼリク一世遺死去に伴い、後継者として、彼の息子のクリスチャンと福井を目指す、クリスチャン二世の対立が発生した。北海。 バルト海の通商権益をめぐる、ハンザ同盟の思惑、カトリック、プロテスタントの対立も相まって、1534年に、オルデンブルクハク,クリストファが、ハンザ同盟の名手であるリューベックの支援を受け挙兵し、白爵戦争が勃発した。最終的には、スウェーデン王、グスタフ・バーサの支援を受けた、クリスチャン三世が勝利した。結果として、 ハンザ同盟は水防の一途をたどり、一方で、スウェーデンの台頭により、スウェーデン、デンマークの北海、バルト海の権益をめぐる争いが始まることになった。また、クリスチャン三世は、白爵戦争の戦後処理として、教会の権力を制限使用量を拡大、ヨハン・ブゲンハーゲン等を登用し、ルター派を国教とする、宗教改革を実施した。また、ノルウェーを完全に、 デンマークの支配下に置くことに成功した。クリスチャン3世は1541年にスウェーデンとブレムセブロー条約を結び、軍事同盟を締結した。1542年には、フランスと新生ローマ帝国が交戦状態に陥ったことから、オランダ、新生ローマ帝国と交戦状態になったものの1544年に、カール5世とシュパイアー条約を締結し、 は僕、クリスチャン2世を、デンマーク国王にしないことを認めさせた。同年、クリスチャン3世は、イボテイのハンスとアドルフに、スレースビとホルシュタイン公国を分割した。アドルフの血統が、ホルシュタインゴットルプ家となることになるが、18世紀まで、デンマークの外交、軍事政策に影響を与えることとなる。 ロースキレのアギを受け入れ、スウェーデンにトロンハイムなどの領土を割上したトルステンソン戦争で固めを失いながらも奮戦するクリスチャン4世。彼の時代にデンマークの体制は決定的となった。クリスチャン3世、グスタフ1世の時代は同盟を結び昇降状態であったものの、両王の没後にはデンマークとスウェーデンは互いに宿敵と呼び合い、 果てしない戦争に突入、戦局は徐々にスウェーデンが有利になっていった。クリスチャン3世の後を襲ったフレゼリク2世は、北方7年戦争でスウェーデンに対して引き分けたが、バルト地方での勢力は弱まった。その息子のクリスチャン4世の時代に彗星に傾いた。ドイツで起きた30年戦争に介入したクリスチャン4世は、 バレンシュタインのユラン半島侵攻により、国力を傾けた。その後も、スウェーデンとのトルステンソン戦争でも完敗し、ゴトランド島を失うなど、バルト海の勢力図は、スウェーデン優勢となっていく。クリスチャン4世の後を継いだ、フレゼリク3世は、スウェーデンとのカールグスタフ戦争で敗れ、ノルウェーの一部を活上し、スカンディナビア半島南部のスコーネ地方などを奪われ、 北欧の強国としての地位を失って、ヨーロッパの中の小国となった。デンマークに絶対王政を確立した、フレゼリク三世とクリスチャン5・五世カール・グスタフ戦争終結後、デンマーク国内では、免税特権に見合う、兵役義務に応じなかった、貴族階級に対し国民の不満が高まった。六百六十年九月、コペンハーゲンにて、貴族、聖職者、 市民200名を代表する身分制議会が招集され、新税導入をめぐり特権身分の貴族と、非特権身分の聖職者、市民の対立が始まった。10月になると突如、選挙王政から、世襲王政への制度変更が議題に上がった。10月8日、非特権身分は、王国参事会に打診、フレゼリック参政と王国参事会の調整により、 世襲王政への体制移行が決まった。その後、フレゼリク三世が即位時に調印した即位憲章が破棄され、王国三次会も廃止、身分制議会の招集も19世紀までなかった。フレゼリク三世は1660年末に財務省、国務省、官房、陸軍省、海軍省といった官僚制度を整備し、 翌1661年1月10日付で、絶対世襲政府文書が改覧され、書身分の承認が得られることで、ここに、デンマークにおける絶対王政が始まった。フレゼリク三世は、絶対王政を確立するために、書身分の特権規定を交付し、身分政策に着手、貴族の中央での官職並びに、地方当官職の独占を崩壊させるとともに、 軍役法仕義務の表裏一体となっていた免税特権を失わせることに成功した。また、王権強化のために中央政府の官僚機構を整備するとともに、地方でも貴族が地方党官という行政責任者を担っていた従来の霊園制から中央から県知事を派遣して支配させるアムト制以降、朝税権も地方党官から中央の財務官に異常された。 財政政策では、カール・グスタフ戦争後の財政難国服のために1664年に土地改革が行われ、従来無税だった後輩のお地にも推定収穫量をもとに、領主の責任で課税された。国王の絶対権力を権威づけ正当化するために1665年に国王法が制定された。その際、養殖を任されたのが、 市民階装出身のペーダーシューマッカ・グリフェンフィルドだった。国王法の規定により国王は人事権を掌握し、唯一の軍事力及び課税権を保有し、立法府もまた掌握する絶対的な存在として君臨することとなった。外交、軍事面ではスウェーデンからの失地回復が課題となったが、財政難から軍隊は削減。 要塞の建設と徴兵で賄うこととなった。1670年に、フレゼリック三世の後を継いだクリスチャン五世は、不王の政策を推進した。1671年5月25日、白尺、断尺の特権規定、異界性導入直例の二つの法律を交付。前者では、従来の貴族を旧貴族と規定、旧貴族で新たに、新貴族に除されたもの。 新貴族の三種類の貴族が存在することとなり、旧貴族の政治三角の排除を目指した。後者では、絶対王政の国王を頂点にした、新たな序列を作るもので同様に、旧貴族の排除を狙ったものだった。クリスチャン五世の副進として、ペーダー・シューマッカ・グリフ・フェンフィルドが月1673年には、最小に就任し、 重症主義政策を推進しにシンド諸島の開発に乗り出した。1674年からのスコーネ戦争では、スウェーデンからの湿地回復はかなわず、ペーダー・シューマッカ・グリフフェンフィールドア失脚ビ、ビーベ、ビアマンといった各省庁の市民出身の官僚が、集団で政治の主導権を握った。彼らのもで、1683年にデンマーク法が制定され、 地方ごとに異なっていた法典が統一された。また、ノルウェーには1687年に、ノルウェー法が制定された。1688年には土領公を統一し、検地を実施し、それをもとにした、新土地税制を実施した。こうして、フレゼリク三世、クリスチャン五世の時代に、デンマークの絶対王政が確立した。 大北方戦争1699年にフレゼリック4世はクリスチャン5世の後を継いだ。翌1700年に始まった大北方戦争では、ロシア、ポーランドと共に反スウェーデン同盟側として参加したが、得るところもなく、ロシアにバルト海の覇権を握られてしまった。スウェーデンからの湿地回復の望みは永遠に失われてしまい、せいぜい、 エイヤン海峡を通るスウェーデン戦績の商戦にあった免税特権が廃止された程度であった。大北方戦争に費やした国防費や国王の威信を保つために必要とされ、コペンハーゲン近郊のフレデンス帽に建設されたフレデンス帽城といった休定費、加えて穀物価格の下落、農村の若年労働者の減少に起因した農業の停滞により、 財政難に陥った。フレゼリク4世はドイツから伝わったルター派の一、宗派である、経験主義に傾倒したことから1707年に、旧品例を発布、また、王立学校を設立し子供を修学させる、ノルウェー人牧師の英家勢のグリーンランドへの布教を、後押しし、グリーンランドを再植民地化した。農業改革1730年に、不王の後を襲った。 クリスチャン6世の時代に農業危機が発生した。農反期に若年の農民が民兵を嫌い逃亡したり、徴兵により十分な労働力を確保できなかったりしたため農業生産が不十分だったからである。対策として民兵制を廃止したところ、農民は土地から逃亡することとなった。逃亡する若年の農民は土地を持たないために、生活のために、 地主に雇われるか、小作地を借り営農するしかないのだが、地主からの過重な不益に耐えられず逃亡することが多かった。地主は、効率的な農地経営のために、若年農民を確保するのに、薬期となった。地主の要望に応えるために1733年、土地金爆制度が出され、農民の移動は制限されることとなった。その他、 穀物輸出の保護貿易、西インドやアフリカの植民地、清との三角貿易による重症主義政策が採用された。この頃、ルズビ・ホルベアがデンマークの劇作家として活躍し、デンマークの知的生活の向上に貢献した。1746年に後を継いだ、フレゼリック・ゴッセイの時代には、農業危機の克服と政府主導の文化政策が行われた。 フレゼリク5世の自重長としてアダム・ゴット・ロブ・モルトケが農業危機克服に乗り出した。当時のデンマーク農業の問題として非効率、非生産的な経営形態であったためその克服する必要があった。1757年から1764年に発表された経済雑誌には農業経営の全般にわたる改革が必要だということを示していた。 当時のデンマーク農業は産補正、強小な農地の共有と農地の散在という状況であり、非効率な経営形態であったため、改革として、ホルシュタイン地方で行われていた、林作農業への転換が進められた。一方で、土地の整理集約と囲い込みといった、土地所有形態の転換については、土地制度専門委員会が1757年に、 設置されたものの、全身的にとどまり、土地金爆制度は、規定対象を、年齢から4歳から40歳まで拡張し、残存し続けた。農業改革は、全身的であったものの、外相ヨハン・ベアンストーフの老いにあたるアンドレアス・ペーダー、ベアンストーフ等のように、地主の中には、局地的には、重農主義政策を進める者も,もいた。 政府主導の文化政策として、フレゼリク・5世は1754年に、デンマーク王立美術院を創設し国内の美術家の育成に乗り出した。クーデターと改革農業改革を推進し、土地金幕制度を廃止した、フレゼリク王大使と彼を支えたエーベアンストーフ。コペンハーゲン中央駅近くに設置されている、農民解放記念日。 1766年に後を継いだクリスチャン7世は精神疾患を病んでいたことから国政につける状況ではなかった。旅行中に知り合ったドイツ人医者のヨハンフリードリヒストリュエンセが実験を掌握した。彼は啓蒙主義の影響を受けておりデンマーク旧来の慣習にとらわれない上からの改革を実施したことはデンマーク国民の反発を招いた。また、 クリスチャン7世の日であるキャロラインとストルーエンセの不倫関係も憤慨のもととなった。結局、1772年に宮廷クーデターが勃発し、ストルーエンセは失脚、処刑となった。その後、オ米ベヘイイコールグルベアが1784年まで政権を掌握したが、その実態は農業改革に消極的、重症主義政策の拡大といったものだった。 また、デンマークは、アメリカ独立戦争に対しエカチェリーナ2世が、提唱した、武装中立同盟に参加、中立の立場を活かし、貿易、海運業は、盛んとなったものの、産業の育成は頑張しくなかった。1780年には、グルベアは、重農主義政策を推進しようとしたエイベアンストーフ、を左遷した。結局、1784年に、 王大使、フレゼリクが、宮廷クーデターを実行し、グルベアを追放し政権の座を握った。なお、1773年に、ホルシュタイン公パーベルは、ホルシュタインの土地をデンマークに返還したことで、デンマークを煩わせたシュレースビビ、ホルシュタインからの外交、軍事問題は一定の解決を見た。政権を掌握した、フレゼリク王大子使は、啓蒙主義に触れて、 改革を支持するドイツ系貴族のエーベアンストーフ、クリスチャン・レイベントロー、アーンスとシメルマン等を投用した。レイベントローが行おうとした農民改革は地主の反発を受けるもだったが、最終的にはフレゼリク王大使が実行を支持1786年に農民大委員会が設置され、改革のための法案作成と改革事業が開始された。 その結果、農民大委員会は、地主と小作人の法的関係と両者の権利及び義務を明確化、ついで1788年には土地金幕制度が廃止されることとなった。1789年に発生したフランス革命は、支配者階級に支配体制の崩壊の恐れを抱かせた。そのため、地主と政府は、1799年、 農民改革で残されていた課題である不益については、地主寄りで解決策を図った。このほかフレゼリク王体七政下では、1792年に奴隷貿易の廃止が決められるが、西インド諸島の砂糖プランテーションに黒人奴隷を利用していたことから、法律運用は10年後の1802年であったことから、 この期間中に限定して奴隷貿易が奨励された。1800年頃のデンマーク・ノルウェーの領土デンマークは、スカンディナビア以外にも多くの植民地を保有しており、17世紀から20世紀まで保有し続けることができた。またデンマークは、ノルウェーの支配を通して、フェロー諸島、グリーンランド、アイスランドといった極北の領土を保持し続けた。クリスチャン4世は、 他の欧州諸国と同様に、重症主義政策を採用し、デンマーク国外との貿易を拡大し始めた。クリスチャン4世は1620年に、インド南岸にあるトランケバルに、最初の植民地を建設した。1671年には、カリブ海に浮かぶセントトーマス島に、その後1718年には、セントジョン島に植民地を、 建設、1733年にはフランスからセント、セ千と黒い島を買収した。デンマークは、トランケバルとカリブ海の植民地を、約200年支配し続けた。デンマーク東インド会社は、トランケバル内外で活動していた。最盛期には、デンマーク東インド会社は、スウェーデン東インド会社と共に、イギリス東インド会社以上に、茶の輸入を行い、 かなりの利益を上げた。デンマーク、スウェーデンの両党インド会社はナポレオン戦争の間も経営を続けていた。デンマークはまた西アフリカのデンマーク領黄金海岸にも植民地や要塞を経営し奴隷貿易にも参画していた。コペンハーゲンの海戦ナポレオン戦争の始まりとともに18世紀の間守られていたデンマークの平和は終わりを迎えた。イギリスは 1794年にデンマーク、スウェーデン、プロイセン、ロシアが締結した武装中立同盟に脅威を感じていた。1801年、イギリス海軍はコペンハーゲンを攻撃し、デンマーク海軍を破壊した。翌年、デンマークはロスチャイルドから150万ポンドを借りた。デンマークは1807年までナポレオン戦争に巻き込まれないよう中立を維持していたものの、 1807年にイギリス海軍が再びコペンハーゲンを攻撃、デンマーク海軍がフランスを支援することができないように、デンマークの艦船を打破したことから、デンマークはイギリスと小型砲艦戦争に突入した。1809年、デンマークはフェルディナント・フォンシルが指揮する反ナポレオンのドイツ人、反乱軍をシュトラールズントで打ち負かすために、フランス側に立つ参戦した。 ナポレオン戦争の参加により1813年にはデンマークの国家財政は破綻した。1813年の第6次大仏大同盟でデンマークは孤立、フレゼリク6世は和平を余儀なくされた。1814年1月14日、イギリス、スウェーデン、デンマークの間でキール条約が締結され、翌月には別の条約がロシアと締結された。 キール条約により、ヘルゴラント島はイギリスに割上し、ノルウェー王位は、スウェーデン王に継承、デンマークは、スウェーデン領ポメラニアを代償として領有することとなった。しかし、ノルウェーは、キール条約に反発し、1814年5月17日、議会は、フレゼリク6世の弟にあたるクリスチャン、フレゼリクノルウェー総督を、ノルウェー王に選出した。 しかし、ノルウェー独立に対し欧州列強から支持を得ることは、できなかった。クリスチャンは、ノルウェーの自治を守るために、ノルウェー王位を放棄し、スウェーデンの連合王国設立を認めざるを得なかった。プロイセンの行為により、デンマークは、ウィーン会議で、スウェーデン領ポメラニアの領有を断念し、代わりにザクセンラウエンブルク公国の領有、デンマークからスウェーデンに支払われる。 予定の賠償金60万ターラーの代わりとして、プロイセンへの賠償金350万ターラーの支払いが取り決められた。また、ナポレオン戦争の結果、物価は上昇し、紙幣の乱発が相次いだ。紙幣整理のために新たに、中央銀行であるデンマーク国立銀行が1818 18年に設置され、旧紙幣は新紙幣の6分の1の価値で交換と、 なった。その結果、デンマーク国債の価値も6分の1となったことから、事実上の国家破綻に陥り、財務大臣のシメルマンが解任されることとなった。経済の混乱は続き、1820年代は、経済危機に陥った。デンマーク黄金時代の代表、左から、ステフェンス、グルントビ、アンデルセン、キルケゴールデンマークの敗戦と、 経済的混乱の一方で、文化的にはこの時代に、デンマーク黄金時代が開花することとなった。1802年ドイツからデンマークに帰国した、ノルウェー生まれの自然科学者、ヘンリクス・ステフェンスが、ロマン主義の風潮をデンマークに持ち込んだのが、短所であった。文学、絵画、彫刻、哲学といった、あらゆる分野で流星を極めた。ニコライ・グルントビは、 デンマーク国教会を活気づけ、デンマークの教会で使われる賛美歌を多く作曲したほか、1834年には、農村の青年男女のために、期間5ヶ月の寄宿制学校であるフォルケホイスコーレを設立した。文学では、ハンス・クリスチャン・アンデルセンの童話が、デンマーク以外にも受け入れられた。セーキルケゴールは、実存主義の先駆者となり、 哲学史に影響を与えた。彫刻では、ベルテル・トルバルセンの作風が、他の芸術家に影響を与えた。ユラン半島北部の状況、シュレースビヒ北部は、朱色、南部は茶色で示されている。1830年代には、デンマーク国内では、国民自由主義の動きが力を増した。そして、1848年2月から3月に、かけて、 欧州諸国を追った諸国民の春の後、デンマークは1849年6月5日、立憲君主国となった。勃興するブルジョアジー層は政府における要求を強めたものの、流血による革命を避けようと考えていた。フレゼリク7世は市民の要求に応じた。制定された憲法では、権力分立が記載され、青年男子による 参政権が認められ、同様に報道の自由、信仰の自由、結社の自由が認められた。デンマーク国王は行政府の長となり、立法府は任政、すなわち青年男子が選出した議員で構成される、フォルケティングと事務所が選出したランドスティングで構成された。また、司法府は行政、立法から独立した。 裁判官が担うことになった。1845年にデンマークはイギリスに、インドのトランケバールを売却したことにより、以下の領土で構成されることとなった。シェラン島、フュン島といった、島所部ユラン半島北部シュレースビヒ公国及び、ホルシュタイン公国島所部とユラン半島北部は、デンマーク王国を共に構成していたが、シュレースビヒ及び、ホルシュタインの両公国は、 ドイツ連邦を構成する両方であり、君主をデンマーク国王とする部分連合に過ぎなかった。18世紀の早い時期から19世紀前半の早い時期でさえも、デンマーク人は両公国をデンマークと不可分の領土と考えていたが、その考えは両公国の多数派である、ドイツ人の考えである、シュレースビヒホルシュタイン主義と真っ向から対立するものだった。 シュレースビヒホルシュタイン主義者はデンマークからの独立を起とし独立戦争を引き起こしイギリスやロシアなどの圧力により現状維持が確認された。シュレースビヒホルシュタイン問題の処理についてデンマーク国内では多くの議論が交わされた。民族主義者や自由主義者はシュレースビヒとデンマークの永遠の中退を要求したが ホルシュタインについてはご随意にという姿勢だった。しかし、1864年、デンマークを取り巻く国際環境の変化により、オーストリア、プロイセンを巻き込んで、第二次シュレースビヒ戦争が勃発した。この戦争は1864年2月から10月まで続き、デンマークは、プロイセンとオーストリアに屈服、両公国を放棄せざるを得なかった。 デンマーク経済を復興させたエンリコ・ダルガス第二次、シュレースビヒ戦争の敗北によりデンマークは国家として深刻なトラウマを抱え込むことになり、世界における立ち位置を最高を余儀なくされた。17世紀中央のスカンジナビア半島対岸の喪失と同様に、両国の肥沃な土地を失ったデンマークには、島し部と交流としたユラン半島北部が残されることとなった。 ハンスホルストの外に失いし者をうちに手取り戻さんの言葉に象徴されるように軍人のエンリコ・ダルガスは1868年にデンマーク・ヒース協会を設立しヒースに覆われたユラン半島北部に植林を開始し開拓に乗り出した1870年代にはアメリカ合衆国の安価な穀物の流入に打撃を受けたが イギリスの落農製品の需要の高まりに応じ産業構造を転換した。加えてこの頃から農村部から都市部へ移動する人々が増加したものの都市部でそれを吸収することはできず多くはアメリカ合衆国に渡っていった。また19世紀後半からの第二次産業革命にも対応し1850年代にはデンマーク発の鉄道が敷設されることで 輸送手段や海外との交易の改善が図られるようになった。ハンスカンディナビア主義のプロパガンダ、左からノルウェー、デンマーク、スウェーデンの兵士が手を握っている。1873年5月5日、スウェーデンとデンマークは通貨同盟を締結した。この通貨同盟は両国の通貨が金と連動することとなった。ノルウェーも2年後の1875年に、 デンマーク、スウェーデンと同様のレベルで金と通貨が連動することとなった。スカンディナビア通貨同盟は反スカンディナビア主義の数、少ない成功例であった。スカンディナビア通貨同盟により為替レートが固定されたことから、参加3国は、それぞれ別々の通貨を発行していた。通貨同盟発足時に予見されていなかったことだが、 事実上の法定通貨と同等のものとして、三国の通貨が別々に発行する状況となった。第一次世界大戦の勃発とともに、スカンディナビア通貨同盟は終了を迎えた。1914年8月2日にスウェーデンは金、本位制から離脱し、変動相場制に移行した。コペンハーゲンに機上で繰り出す、クリスチャン10世。弟で、 ノルウェー国王のホーコン7世が、ナチスドイツに占領されたノルウェー国民の精神的、支柱であり続けたのと、同様、クリスチャン10世もデンマーク国民の精神的、支柱であり続けた。1901年の総選挙で、左翼、デンマーク自由党が選挙に勝利すると、ヨハンドインツァーが首相に就任し、ラディケーリとベンスタによる、連立政権が始まった。 連立政権の時代に女性参政権が認められ、米国に西インド植民地の売却が行われた。また、この時代に現在に至る福祉国家の基盤が作られた。1920年のシュレースビヒの住民投票の結果、ゾーンアイとされている北部はデンマークにゾーン2とされている中部はドイツに帰属が決定した。第一次世界大戦ではデンマークは、 スウェーデン、ノルウェーと共に中立を維持したものの、デンマーク経済に大きな影響を与えた。デンマーク経済は輸出に依存しており、ドイツ海軍の無制限潜水艦作戦が深刻な課題となったのである。デンマークは海外の代わりにドイツに多くの製品を輸出せざるを得なかった。品不足による暴利を貪る者も,も出てきたが、 第一次世界大戦による、両陣営の衝突とヨーロッパの金融市場の不安定さのために、デンマークの商業は大きく落ち込んだ。1918年にドイツは敗戦し、1919年には、ベルサイユ条約で、シュレースビヒの帰属が議題として上がった。1920年2月と3月に行われた、シュレースビヒの住民投票の結果、 北部はデンマークに復帰することとなったが、ドイツ系住民が多い中部はそのまま、ドイツへの帰属が確定した。しかし、中部シュレースビヒの中心都市であるフレンスブルクの、ドイツ帰属を認めたくない人々は、カール・サーレ内閣が、ドイツの敗戦を利用して1864年に、失った領土を取り戻すことができないと批判した。クリスチャン十世は、サーレ内閣が、 事態収集できないと判断し、留保権限を用い、サーレ内閣の総辞職を要求した。復活再起帰の結果、国王は政治に干渉しないことを約束した。デンマーク王国憲法では、未修正の状況ではあるが、復活再帰以来、国王は政治に参画しないことになった。第一次世界大戦の終わりの1918年には、アイスランドが、 デンマーク国王を国王とする同君連合として独立した。1924年の総選挙でトルバルト・スタウニング率いるデンマーク社会民主党が勝利した。一方、反対派はランスティングで以前と多数派を占めたので、スタウニングは右派と政治協力を求める必要があった。スタウニングは百三十三年一月三十日、ベンスタ及び ラディケーリとカンスラーガーゼ協定を結び、農産物輸出促進のためのデンマーククローネを10%切り下げ、農民援助策を実施、公共事業の拡大を行う一方、1年間のストライキとロックアウトの禁止を決めた。また、社会大臣のカール・クリスチャン・スタイン家による社会制度改革法を制定、世界強行を克服し、現在に至る。 福祉国家の基盤を確立した。1943年、デンマークの対独協力組織、シャルブルグ隊によって選挙された、フリーメイソンのデンマークロッジ第二次世界大戦では、1939年に、不可侵条約を締結したばかりのドイツに国土を占領された。1940年4月9日に開始された、ドイツ軍のベーザー演習作戦により、 攻撃を受けた。戦車や空挺部隊を用いた電撃的な進攻に、大使デンマーク政府は恐れをなし、進攻開始後数時間で降伏した。ドイツとは、同じゲルマン民族であり、わずかな例外を除きほとんど戦闘を行わずに、占領を受けたことで、ヒトラーは、デンマーク政府の存続を認め、デンマーク王もドイツ占領下のコペンハーゲンに止まった。一方で、 中米大使、ヘンリク・カウフマンは連合国と連絡を取り、グリーンランドの基地を連合国に使用させた。グリーンランドの自治政府はこれを承認したが、本国政府は承認しなかった。フェロー諸島とアイスランドも連合国によって占領されている。デンマークは、防強協定に参加し、デンマーク自由師団と呼ばれる義勇兵団が、 独祖戦に参加するなどの一定の対独協力を強いられた。このためこの時期のデンマークはモデル占領国と評されることもある。しかし、デンマーク政府にとってこの協力は本来不本意なものであり、ヒトラーがクリスチャン10世の誕生日に長い祝賀の手紙を送ったところ、クリスチャン10世の伝報はたった1行、どうもありがとうございました。 クリスチャン10世であったため、ヒトラーが激怒して内閣が親独派に変更されるという事件も起きている。選挙区が数軸国側に不利になった1943年に行われたフォルケティングの選挙では、従来の与党が票を獲得したものの、国家社会主義者が勢力を伸ばすことはなかった。ドイツはデンマークにさらなる対独協力を求めたが、 政府がこれを拒否したため、8月29日にドイツ占領軍は戒厳令を布告して直接統治下に置いた。ユダヤ人の公式内装が開始されたが、市民の協力によって99%がホロコーストから逃れることができた。1945年5月、デンマーク中流のドイツ軍が降伏したことによって占領は終結した。デンマークは、 政府としては連合国と交渉することはできなかったが、カウフマンの活動によって連合国の一員として認められ、国際連合の原価名国の一つとなった。一方で、占領下に置かれていたアイスランドは、共和国として1944年に完全独立に至った。戦後は、欧州共同体の中の農業国家として比較的豊かな経済を維持し、 福祉国家としても知られたが、冷戦下での外交では不安定を強いられた。しかし冷戦終結後はヨーロッパ連合の一員として比較的安定した先進国の一つとなっている。フェロー諸島は1948年に自治政府を樹立し EU には加盟せず独自の通貨を用いるなど独自性を強めている。同じく、 グリーンランドも1979年に自治政府を樹立し EC からも離脱した。フェロー諸島においては将来的に独立国家としての道を模索していると言われている。同一書籍内にある文献に関しては、小順で配列、日本語五十音順、アルファベット順。同一著者がいる場合は、発行年順。ありがとうございます。